悪い。待たせちまったか？え？この声。まさか。レクター少佐。それに。ニシシ。ミリアム。久しぶり、リーン。だから、いきなりタックルは。で、いやー、無理言ってレクターについてきてよかったよ。また来週から任務でさ、いつ会えるかわからなかったから。卒業おめでとう、リン。ていうか、すっごく背が伸びたね。ご利手くらいだけどな。ミリアムは変わらないな。元気そうで何より。ミリアムちゃん、久しぶりだね。やれやれ。久しぶりだ、シュワルツァ。ここで会うのは本来想定外だが。ったく、うまい落としどころをまんまと見つけやがったもんだぜ。何のことやら、自分にはさっぱりですね。ですが、お久しぶりです。昨年末以来ですか。ああ、そうなるな。ハーシェル女子も久しぶりだ。さぞ憲兵少佐さん相手に窮屈な思いをしてるんじゃねえか。あー、それほどでも。当てこすりはやめてもらおうか、アランドール少佐。それとあんたともお久しぶりか、オルランド。うちの筆頭が無理を言っちまったみたいだな。らしくねえじゃねえか、スケアクロー。こっちこそあんたに借りはあったが、それこそ今更って話だろ。イーブンで行こうぜ、イーブンで。そう言ってくれると助かるぜ。で、どうした、鉄血の懐刀殿。私のことは気にするな。いくらでも休活を除するがよい。いえ、お初にお目にかかります。帝国軍情報局特務少佐、レクター・アランドールであります。お見知りおきのほど。乙女や上昇と違って確かにまみえるのは初めてか。私がここに赴任した流れを考えると、とても初めてとは思えぬがな。過大なお言葉、宦官の至りであります。こわ、あれが黄金の羅刹か。やり合ってるレクター少佐もさすがな面の皮の厚さだが、
心臓に悪いな。まあよい、そろそろ本題に入ってもらうとしよう。くしくもここに鉄道憲兵隊と情報局の少佐殿たちがいる。さて、どのような面白い話をしてくれるのかな。Thank you.
Thank you.